どうもこんにちは、モッツです。僕は今オランダのアムステルダムっていうところにいます。到着したのは昨日なんですけど、いろいろバタバタしてたので2日目の今日動画を撮ってます。僕がオランダに来たのはロングボードの世界大会 So You Can Long Board Dance 2022に出場するためです。この大会に出場するにあたっていろんな人から支援をいただいたりとか応援をしてもらったりとか楽しみにしてくれたりしてる友達がたくさんいるので、その人にちょっとでもこっちの様子がどんなものなのかっていうのをちょっと見てもらいたいなと思ったので、ちょこちょここうやって撮影して様子をお見せしようかなっていうふうに思ってます。僕が今いるのはアムステルダムのバンクホテルっていうホテルなんですよね。もう本当にめちゃくちゃおしゃれなホテルっていうか、ホステル兼ホテルみたいな感じで、昔教会やったところを改装してるのかな。なんかめちゃめちゃでかいし、建物自体もすごいおしゃれだし、結構アートをこう取り入れようとしてるのかな。すごい見て取れるホテルになってて、なんか昨日ぐるっと一周ホテル回ったんですけど、ちょっと日本では考えられないような作りになってて、もう全然飽きないですね。で、今日は4月11日の月曜日の今が朝の8時前ぐらいです。僕がオランダに来て2日目になるんですけど、まだ到着したばっかっていうのもあって、今日はゆっくり体を休めようと思ってたんですけど、意外と体1日寝てそんなにこう疲れないなっていう風に思ったので、午前中はちょっとこう街をブラブラして、その帰りにもう早速練習に行こうと思います。せっかく来たんでね、時間がある時はオランダの有名な観光場所とかにも行きたいと思ってるので、その様子もなるべく撮ってお見せしようと思ってます。まだちょっとね、大会までも時間あるので、気持ち的にも全然まだリラックスできてるし、今日はめちゃめちゃ楽しみです。で、今は朝食を頼んでて、今届くのを待ってるところです。本当はね、ここで朝食食べる予定なかったんですけど、そのあまりにも朝食の評価が良くて、朝食っていうかその食事の評価が良かったので、贅沢しようかなっていうふうに思ってます。今はカプチーノ飲んでます。で、先ほどもちらっと言ったんですけど、僕のこの世界大会の挑戦にあたって、もういろんな人がご支援だったりとか応援をしてくれてるんですよね。僕としてはちょっとでもその人たちに気持ちよくなってほしいっていうのがあるので、ご支援していただいた方のお名前を動画の中でちょこちょこ紹介させてもらおうと思ってます。もうこの人たちがいなかったら僕はここに来れなかったので、よかったらしっかり見てください。僕の大切なお友達もいるし、面識ないけどご支援していただいたっていう方もいます。ありがたいことに人数がたくさんいすぎて全員を紹介することはできないので、その中でも特にこうたくさんご支援していただいた方をこうやって口頭でお話ししていこうと思います。他の方はお名前をここに載させてもらうので、さらっとでいいので見てくれたら嬉しいなっていうふうに思ってます。僕は世界大会に2年前に本当は出る予定だったんですけど、言うとコロナのなんやかんやで出られなくなって、今年2年越しにやっと出場できるってことになったんですけど、2年前にもし出てたら、あ、ちょっと置いておきますね。もし2年前に問題なく大会に出られてたら、こんなに応援してくれた人って絶対いなくて、僕が勝手に一人で大会出て、勝ちました負けましたみたいな、もうさらっと終わってたと思うんですよ。でもこの2年間ロングボードのことをこう知ってもらう活動とかをするにあたって、たくさんの応援してくれる人が近くにできたんですよね。なのでそれが本当に嬉しいなって思って、僕のそのモチベーションも多分2年前とは全然違うし、勝ちたいっていう気持ちも多分もう何倍もその時より強くなってると思うんですよね。僕がこうやって今頑張れてるのはその人たちのおかげっていう風に思ってます。本当にありがとうございます。これからも頑張るし、今回の大会もうベストを出して必ず結果出そうと思ってますので、しっかり最後まで見届けてください。では朝食が届いたのでいただこうと思います。アメリカンパンケーキやったかな、とクロワッサンとカプチーノです。ベーコンの塩気とこのチーズとこのパンケーキ死ぬほど合います。マジで美味しいです。今回の僕の挑戦を支えてくれてるメインスポンサーの方をちょっと最初に紹介させてください。じゃん、シムクリアっていう、バッグメーカーなんですよね。このシムクリアさんは福岡県の糸島市っていうところでできたブランドなんですけど、ここから世界っていうものを目指してるメーカーさんなんですよね。今後世界を目指してるっていうところで、同じく世界を目指して挑戦してる僕のことを支援したいっていう風に言ってくれて、このボストンバッグと
このボディバッグを、提供してくださいました。もうだから日本を出てからは僕24時間以上経ってて、もうこいつらとすごく長い時間を共にしたんですけど、めちゃめちゃいいですよ本当に。シムクリアさんはそのバッグっていうものの、もうこれが正解だろうっていうものをもう作り出そうとしてるんですよね。なんでその無駄なものがついてなくて、本当に使いやすいものっていうものを追求してるんですよ。なので今の段階でもうすごく助かってます。シムクリアさんに関してはもう一個別で動画を作らせてもらうので、今はちょっとこの辺で押さえとくんですけど、今回の僕の挑戦をめちゃめちゃ支えてくれてるメーカーさんなので、シムクリアのバッグのことは本当に覚えてみてください。気になった方はインスタとかホームページもあるし、クラファンのページとか幕開けにあるんで、そっちもぜひ見てほしいと思ってます。どんだけすごいか分かるんで。では、ご飯も食べ終わったので出発しようと思います。行ってきます。はい、では、今から旧建国公園っていうところに向かおうと思います。スケボーも持ってきます。めちゃめちゃ寒いです。舐めてました。こんな寒いと思ってなくて、僕暑がりなんで全然ちょうどいいんですけど、バチバチ寒いですね。多分10、11度とかだったかな。まあ、上着も持ってるんでなんとかなるかなっていう感じです。でね、この駅からホテルまでの道がすごいのどかで超好きだったんですよ。今僕が泊まってるのがアムステルダムっていう中心のところから駅1個分のところなんですけど、この一駅の間で田舎になるんですよ。こんな感じ、すごいのどかなんですよね。すごいいい場所を選んだなって我ながら思ってます。でですね、オランダといえば自転車なんですけど、ここやばいっすよ。ほら、自転車の道があるんで、ちょっと僕もここ乗ろうと思います。あれ気持ちいい、やばいっす、超気持ちいいっす。で、僕これ昨日ストーリーにも書いたんですけど、この道すごいいいなと思って昨日キョロキョロして歩いてたら迷子になったって勘違いされて、すごい綺麗なランニング中のお姉さんから You lost? って言われて迷ったのみたいな、わざわざランニングを止めて振り向いて近づいてきてくれて、ちょっとなんか喋りたかったんで、この道って自転車だけみたいな、歩いても大丈夫みたいな聞いて、あ問題ないよみたいな、その会話だけして終わったんですけど、なんて親切なんやって思って、オランダ好きになりました外国は親切ですね。じゃあもうすぐ駅に着きます。さっきのアムステルダムからこのノーデンパーク駅一駅だけなんですけど、その切符を買って買おうとしてっていうか買って、でそれがこの切符なんですけど、これが見える、これ28ユーロしたんですよ。で28ユーロって4,000〜5,000円なんですよね。え、一駅だけで 4,000〜5,000円って絶対ありえへんっていう風に思って、え、これ僕間違えてるって言ったら、いや別に間違いじゃないよみたいな言われて、絶対おかしいって思ってたんですけど、どうやらこれ僕3日分ぐらいのやつを買ったっぽくて、だって地下鉄死ぬほど乗ってやろうと思ってます。バチクソ高かったんで、もうほんとミスってばっかっすけど、勉強しながら挑戦させてもらってます。楽しみますUitstappen linkerzijde, overstappen op tram 3, 12 en 24. チケット買いました。こっちは本当合理的なんでしょうね。人がチケット販売してるとかっていうのじゃなくて、 QR コードだけポンって置いてあって、あとはこう自分で進んでってみたいな。買えるかめっちゃ不安だったんですけど、ちゃんと買えました。この旧建国公園っていうのはチューリップと風車がめちゃめちゃ綺麗な公園で、まさにオランダっていう感じの超メジャーな場所なんですよね。でしかもすごいのが、ここの一番そのチューリップが綺麗に咲く見頃が4月の中旬ってことで、もうバチバチこのタイミングなんですよ。あ、じゃあ行くしかないなって思って、ちょっと入場料とかはかかる公園なんですけど、まあ、行っとく価値はあるって思ったので、そこに行こうと思ってます。でスケボーも持ってきたんで、怒られない程度に軽く滑ってっていうところも取れたらなっていう風に思ってます。怒られないといいんですけどね。今そこで何も言われなかったから大丈夫かなって思ったんですけど、まあ、おとなしくクルージングしようと思います。
はい、牛肩甲公園着きました。もう今に園内入ったんですけど、スケボーダメでした。持ち込みダメよって言われちゃって、入る前のロッカーに置いてきました。めちゃめちゃ残念ですけど、まあもともとね、練習はねこの後する予定だったんで、まあ、結果オーライということで、ちょっと公園の散策を楽しもうと思います。なんかね、体全然もう大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱりなんかちょっと腰となんか足が疲れてる感じがだんだん分かってきたので、なんかちょっと気持ちいい場所見つけてストレッチとかして、午後から行く練習に備えようと思います。いきなりすごいっす。じゃん。かわいい。オランダ来たって感じしますね。なんかね、この顔面で言うのすごい恥ずかしいんですけど、お花好きなんですよね。全然花の名前とかわかんないし、自分でこうお花を見に行くとかは全然ないんですけど、なんか見るといいなって思いますよね。このコーナーめっちゃ好きです。なんかこのヒアシンスがあるコーナーは匂いがすごいきついっていうか強くて、めちゃめちゃなんか気持ちいいです。いや、このコーナー好きやな。なんかいろいろ混ざっててすごい洒落てます。はい、お疲れ様でした。牛肩甲公園出てきました。まあね、スケボー持っていけなかったのめちゃめちゃ残念なんですけど、いいリラックスになったと思います。で、今からまた町の方に戻って練習しようと思います。なんか調べてたら、ロングボードを練習している人がたくさんいる公園があるっぽいので、そこに行って結構しっかり練習しようと思います。もうリラックスはできたんで、メインの大会の準備に向けて今日は時間使って、まあ、その後は適当にご飯食べてまた町ブラブラして今日も休もうと思います。実は隠してました。多分これダメかもしれない。よし。よし、帰ります。